ポーク軍はアメリカ合衆国アイオワ州の中央部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は43万640人であり、2000年の37万4601人から15.0%増加した。州内でも最も人口の多い軍である。軍庁所在地は州都でもある、デモイン市であり、同軍で人口最大の都市でもある。 ポーク軍はデモインウェストデモイン大都市圏を構成する五軍の一つである。ポーク軍は1846年1月13日に設立され、軍名は第11代アメリカ合衆国大統領を務めていたジェームズ・ポークにちなんで名付けられた。初代軍庁舎は2階建てで1846年に建設された。2代目軍庁舎の建設は1858年に始まった。 建設が遅れ南北戦争が始まったために完成したのは1866年になってからだった。現在ある軍庁舎は1906年にボザール様式で建てられた。1906年10月31日に落成した。1962年に大掛かりな改修が行われた。アメリカ合衆国国勢調査局によれば軍域全面積は591.90。 平方マイルであり、このうち陸地569.35平方マイル、水域は22.55平方マイルで、水域率は3.81%である。軍の中央をデモインーが流れている。アイオワ州共生省の女性用アイオワ州共生施設がミッチェルビル市にある。以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。 基礎データ人口ピラミッド以下は2000年の国勢調査による人口統計データである夜のデモ因子ありがとうございます。